はい、さあゲーム画面が出ますでしょうか。あ、あれですね、はい、これが、今隊員配置しているところですね、はい、もうすでに2人配置していて、ミッションとしては先ほどあの紹介されていたミネルバさん、あれと、クロードの E 小隊がつまらないところで意地を張り合ってなぜかこういう風な部隊同士の喧嘩になってしまったという結局ミネルバからすれば E 小隊より我々の方が優れてるっていうのを証明したい、常々証明したいんですね。なのでちょっとしたことなんですが、まあはどっちが優れているか舞台で勝負だと。なるほど。ちなみになんですけど、なんただの模擬戦じゃないんですか。あ、一応まあ演習という形で、演習という形ではありますね。はい、あのこれで人質があったとしたら上官としてはたまったもんじゃないと思います。なるほど、はい、あの本当にこの2つの舞台の演習なので、はい、今回はあのそのいわゆるロストとかっていう要素がこの面ではないという形なんですが、はいはい、その代わり舞台全員で戦うので舞台の全員がもうやられちゃったら、まあ、それでその時点で負けと、ははは、復活もなしというちょっと特殊なルールで、はい、じゃあいち早く敵の、領地を占領していく、はい、そうですね、はい、全拠点を占拠するように頑張っていただければと思います、はい、じゃあ最初味方が2カ所で相手が3カ所、はい、じゃあ早速行きましょうか。はい、はいはい、お願いします、うん、さあ素足勝負だクロード。あ、もうめっちゃライバル視してます、はい、メラメラですね、うん、シナリオ部分も流していきましょうか、うん、せっかくなので。あ、模擬戦とはいえ必ず勝とう。いい正体出撃するぞ。ああ金本さんいい声です、はい、先輩先輩です。お、でここから、はい、いよいよ戦場ですね。クロード、お前とは一度思う存分戦ってみたかったんだ。同じ軍にいるとなかなかね戦うっていうのも難しいですからね、うん、そうですね。このあの受け流してる感じですね。そうですね、やれやれ感、やれやれ感。私もお前も実戦を経験して成長した。ほうほう、それを今ここで確かめようとしよう。全力で来いクロード。まるで敵役みたいなセリフですいやいや何を言ってるんですかねちょっとクロード相手だとだいぶ暴走になるのがミネルバさんというザ・ヒロイン枠ですね本当に、まあ、まさに熱苦しい人っていう、はいはいはい、性格はねずっと変わってない。お前やれやれ系主人公なのか全然ミネルバさん相手にされてないじゃないですか最近の流行取り入れとんなちょっと、あ、いやこれミネルバさん応援したくなっちゃいますね。訓練でも実戦でも相手が誰であってもな。お、でも本気でやってくれるみたい。指揮官としての彼女は変わったちょっとまるで別人だ、はい、クロードは僕は真面目なので、まあ、ああいう受け流しをしつつも、はい、さらに成長させた。これバリバリ1の BGM ですね。今の状態は紛れもなく、今回あの、まあ、シリーズですので、はいはい、1の BGM もあの、まあ、坂本さんに取り入れて使わせていただきつつ、はい、4の新曲も当然入っていてという形で、もう今めちゃくちゃ面白いコメントで生足の擬人化のくせに生意気だっていうとんでもねえ足から生まれたくせに日本の神様とかなんてそういう設定多いんだからやめなさいよ、ちょっとコメント見せる。やっていいですか、はい、どうぞ。やったぜ、お願いします。さあというわけで、ね、さっきちょっと説明したんですけど、まあ、基本はね偵察兵で偵察をするのはね素人のやることなんです、はい、なるほど。では何を。戦車で偵察します。あ、はい、そうですね、戦車だと硬いですからね。そう、基本はね戦車で、ね、お、あ、いいですね、迎撃ダメージ半減。まあでも戦車なんて迎撃されたところでねダメージないんで、まあガリガリこれでど真ん中まで行って敵がどういう陣形を展開してるのか見ていきたいと思います。はい、あ、ヒューが出てきました。これだ、これです。お、お、いた。これが敵弾兵ですね。え、なんで今 AP 低下したんすか。敵弾兵の攻撃を受けたので、はぁ、 AP にダメージを受けているという。あ、マジか、はい、やろう。で、本当だったらはもっといけるはずの手前で 止められてしまったと。はいはいはい、まあ、実際にここら辺も戦場のよくあるボードゲームでおけるゾックに近いような考えの表現と思っていただければと思います、ね、で今回あのバルキリア1とちょっと変えたところとして、はい、まあ、今鉄鋼弾04って書いてあると思うんですけど、無限じゃない、鉄鋼弾が無限じゃないんですね、はい、その代わり戦車を動かすのにバルキュリア1は CP っていうその
ユニットを動かすポイントを2ポイント使ってたんですけれど、1ポイントで動かせるように。あ、確かにさっき1ポイントとかも全然気づかなかった、はい、なので、まあ、たくさん動かせるんですけど球の数は限りがあるので、はいはい、そのどこで打つのかっていうのは慎重に考えていく、うん、みたいな考え方っていうのを取り入れる、まあ、バルキュリアの3とかがそういう感じのゲーム性なんですけれど、はいはいはい、もちろん榴弾もある、あるかもですね、にマシンガンもある、マシンガンもあります、はい、ああ、榴弾さすがに届かないじゃないですか、ね、榴弾怖いやな、結構距離ありますね、届いた、いや届いた、これはめっちゃ散るでしょうね、違う、これは機銃です、で、あ、これ機銃、機銃です、で、上のマーカーが黄色いんでこれ射程距離外なのですけど、うん、まあ一応7ですね、5だから、あ、言ってはいる、うん、5だから届いてる、そう、結構俺戦車の鉄鋼弾でヘッドショットするの好きなんですよ、あ、ただこの輪っかの大きさですからね、この丸の中のどこかに弾が飛ぶんですよ、あ、どこかに結構範囲広いんですね、なのでこれがあの優秀な弾だと丸が小さいんですね、うん、なので命中率が、そうです、敵の顔と丸のサイズが一緒なら絶対顔に当たるみたいな形になってるので、じゃあ普通に陣地に榴弾を、普通のプレイングします、飛びますね、飛びましたね、怖え怖え怖え、敵弾兵怖え、やっぱこのヒューンっていうのはやっぱ心理的にも結構くると思うんですよね、あの、しかも画面のど真ん中じゃなくて端っこなんで余計怖いっす ね、 ですね、見えてないとこからあの画面の横から飛んできて当たるんで、割と見えてなかった、やられたみたいな、何が起きたんだみたいな感じになったり、はい、今ちょっと戦車で突っ込んだおかげで割と敵の陣形が見えてきたので、どうしようかな、そうですね、どっちのラインから攻めていくかっていうところですかね、まあ、ちょっと竜敵弾怖かったんで、味方も、あ、ちなみにテレサさん、私やってテレサさんです、今金役です、金役、金役だ、出たテレサこんなところで金役の話が聞けると、はい、血を見るのが好きな子でした、あ、なんかどちらにしろ寂しそうなそんな物騒な子じゃないですよ、まあ、一応理由があってね、そういう話だったっていう、それはあの談笑とかでサブキャラのその談笑で描かれてる内容ですね、はい、ゲーゲーが始まったんで止まります、半分以上減りましたね、ただここのタイミングで止められたというのはやっぱり慣れてるっていう証拠ですよね、5発中4発当てれば本当はもう一段階ぐらい近づきたいですよね、もう一歩近づきたかったですね、ただちょっとビビりましたね、捕まるがちょっと大きいのか、そうなんですね、いや、コード終了ですよね、真ん中ですよね、はい、タッチパッドのところを押していただければ、はい、じゃあ2発外したらコード終了します、あ、おっ、汚い、ダウン、そうです、あれ、ね、あ、当たりそうでした、そのセリフ取りましたよね、はい、はい、残り1ポイント3です、よくろこれどっち応援したらいいかが分かんないですよね、バレてしまった、あれ藤井さんのテレサが生放送中にバッドポテンシャル出るなんて分かってることしなくていいから、本当にそっか、得意じゃなかったってことですか、困ったら不器用なんです、ね、テレサ、でしかもちょっと遠くで狙ってる時に射撃方、そうなんですよね、もう偵察兵出してないんでレベッカ戻して、なるほどなるほど、前進する、で今回はなので、まあ、先ほど言いましたけど支援兵が実は倒れた兵隊を復活させられるので、はい、ああそっかそっか、下げずに復活させるっていうやり方もあるっていうことですね、ただ、うん、支援兵もあんまり強くはないので、まあ、さっきのようなあの強い敵の前に現れるとすぐやられちゃうので、わ、三上さんヒップライン、あ、ヒップラインもう一回見ましょうか、ヒップライン、ヒップライン見ましょうか、ヒップラインのヒップライン、ほらちょっとさっき、あ、ほらほら、さっき私ずっとこだわりの、はい、そう、背中のところがちょうどやっぱいいですね、本当だ、ゲームに集中して忘れちゃったんですけど、まさか女性陣に指摘されるとは思わなかった、どうしてもあの大事なところだと、本庄さんに制作陣のこだわりです、ほらほらほら、そうですね、背中のお尻が隠れないようなポンチョにしてくれると、なるほど、後ろ姿もねこうやってゲームしてみるととても重要なポイントですね、はい、このゲームあのやっぱり後ろから見ることが多いので、まあ、後ろ姿割と重要なんですよね、めっちゃいいお尻ですねそう言っていただけるとモデルの方もコメントでもいい尻だといういいヒッププリン、
いやもうめちゃくちゃ制作陣のあれが詰まってるんで、なんか分かりました、ね、なるほどと思いました。あ、今ヘッドショットですね。いい音しましたね、うん、このヘッドショットの音がなんだろう、シミュレーション RPG にはない快感なんですよね、 FPS 感が。そうですね、まあ、やっぱりこのゲームが銃撃に特化してるというか、そこが割とそのシミュレーションゲームって割と剣とか魔法が、まあ、多いは多いんですけど、はいはいはい、まあ、このゲームはもう本当銃がないとゲームの仕組み自体が成り立たない。この迎撃っていうのがやっぱりその相手が銃をバンバン撃ってくる、怖いけど一度しまうっていう風な丸ボタンをしてみる。一回しまうんだ、はい、おーかっこよ。逆に言うとここが彼女の行動の隙なんですね。なので迎撃の範囲に入っていて、しまってたりな悠長なことをしてると死んでしまうっていう風なデメリットがかなり大きいキャラクターであるんですよ。弾が山なりに飛んでいくので目の前の敵に当たらないんですよ。なので目の前に敵がいるときにこう一生懸命その敵弾を組み立ててるとバンバン撃たれるんですね、このゲームの特性上。本当に結構いろいろあるんですね、はい、待っててくれないんですね。変身とかは待っててくれないんですね。待っててくれないです。あの目の前に来たら弾を撃たれます。なるほど、戦場だ。ちょっとがっつりあれですね、あれされたんで下げなきゃよかったな。ちょっと面倒、二度手間になっちゃったんですけど、もう一回レベッカ出しといて、はい、で、はい、今回はここで終わりにしときます。あ、じゃあいよいよ敵のターンですね、はい、さあミネルヴァさんがどういう行動してくるか。ワクワクします。アロンライト配置につきました。なんだなんだ。やっぱジャーニーでつってなんてことなの。何度見てもアロンダイトっていう名前は若干ね、あれあれな感じですけど、だって中二病な。違うんです、彼女たちはイギリス人で騎士道を重んじてるんです。いやでも自分で自分のことエクスカリバーだって。いや、イギリスで騎士といえば円卓じゃないですか。まあそうですね、まあ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 、これがミネルヴァセンスということで、あ、オーダーだ。あれ、カットイン。あ、ちょっと揺れたよ、揺れたよ、お、カットイン。はい、彼女の、特殊なオーダーですね。あの周りのユニットを引き連れて、一気に敵陣の方に殴り込んでいくというオーダーです。これバルキュリア3の時に主人公だけが持っていた特殊技能だったんですけど、今回はこういった形で敵もオーダーとして使ってきたり、味方もあのリーダーが使えるようになったりとかということで、あの1人の行動でいっぺんに3人とか動かせますので、その CP をいかにうまく配分するかみたいな、そういうところの戦術に。どうせラジエーターは狙ってこない。いや、これ狙うんですよ。あ、今回す迷子だったんで。あ、マジっすか。はい、あ、しかも俺ダメだ、一能があるとまずいな。割とあのドーンって言って、あの消滅します。 あんなところからこれがあの丸見えの、あ、丸見えの人だ言ってた、はい、クリステルさんですね。そこにいたら丸見えだ、まあ、ものすごい勢いで反撃されてますけど、登るとこないですね。ないですね。じゃあ他のところから登って。そうですね、あのちょっと右側のところに見えるはしごみたいなところが見えると思うんですが、あそこが登れる場所なんですね。おお、今回割とあの機銃の迎撃も強いですね。強いです、はいはいはい、今回じゃあ敵ターンの高速化の方はそっちはなんかあったかな。ちょっとすみません。あ、了解です。さあ、これが行ってきて、我らのターン。お、ゾウヤン来た。シンヘイちゃん来た。シンヘイちゃんがこれで現れたので倒れた。回収しに行こうかな。なんで、うん、余計な怪我はしないで。余計な怪我はしないで。やるだな。誰だったかな。シンヘイなんだけど、その回復薬使いたくないみたいな。あ、いましたね。やめ。まだ使わなくていいよねみたいな。変えない。キャラ濃いですね。あ、そうか、今回あれか、模擬戦だから、あの回収がないんですね。そうですね、はい、あ、そっかそっか、そうです。あ、失礼します。失礼、じゃあどうしようかな。ただまあ、支援兵の特徴としてはやっぱり偵察兵に次ぐあの AP を持ってるというのは移動が大きい。そうなんですよね。あとあの手榴弾3発持ってるというところで土のを破壊しやすいという特性を持っているので、前よりもあのやっぱり土のから起こすっていう手間が必要になってきた以上、彼らもかなり重要性は増してるのかなと思ってます。さすがに配合中だと迎撃はされないか。そうですね。おー、はい、おー、大チャンスですね。ちょっと不意打ちっていうのが出てきますね。はい、これです。これは相手がもう気づいてないので、はい、やりましたね。あれでしたっけ、不可避射撃みたいな感じでしたっけ。そうです、そうです。勝ったな、勝ったな、勝ったな、勝ったな。敵撃破。
言い方いい好きだな。レベッカさん好きだな。レベッカさんいいな。まあ新兵衛なんですけどね。突撃兵衛っぽい顔つきますね。攻撃的な感じしますけどね。まあこういう人たちだからこそ集まってしまったんでしょうね。たたたたたた。あと2つですね。はい。たたたた。言いやすいですね。たたたたたた。兵撃場できるようにもいっといって。じゃあこっからですね。警察兵をしましょうか。はい。ちょっとポテンシャル見ます。回避率アップ。潔癖症だから砂とかじゃないから大丈夫か。潔癖症とかあるんですね。あります、ね、あります。自然好き。自然好きだと。なんで人工物の上だと力が発揮できない。面白い。紫外線だと。人見知りなんですか。大丈夫なんですか。多分あれですかね。人と一緒とかだとって感じですか。うん、ね。ドジっ子は怖いんで。よくご存知で。怖いんで。ミレニアかロゼッタ。ロゼッタでいいかな。すごいみんないろいろちゃんとあるんだ。個性を生かして。はい面白いですね。そうですね。そこを拠点にして左の拠点を2つ一気に持っていくというのがやっぱりいい戦略なのかなという気がしますね。さっき高田やったんでアラディンもここに呼んどいて。あ、アラディンですね。はい、ねえ、お前、戦車の威力を見せてやろう。おお。いやその前に忘れてた。お前ラジエーター攻撃してくんだろ。気づきましたか。ラジエーター割りに攻撃してくんだろ。あ、もうちょい下がろう。今回そうなんですよね、対戦車兵がね賢いんですよ、うん、そうなんですよ、ワンの時ね AI がね割となんだとと思ってやられることが油断して主人公やられてたらすげえ土下座で謝るとこだった。よし教えてくれ。あ、これはいいですね。はい、これはあの攻撃力も増しますし、うん、威力大変有用なですね。クロード君はずっと天候を見てたっていう過去があって、なのでわずかなその天候の、変化を見抜いて次にどういう風に天気が変わるかみたいなのを見抜けるんです、ね。まあ、それを通称風のお告げ。風のお告げ。お告げ。じゃあ榴弾で直狙いで死んでもらいます。死んでもらいます。わかりやすい。しゃがむなよ。さあどうでしょうか。しゃがまない。おっ、当たった。しゃがんだか。しゃがみますね。しゃがみましたね。かぶけた。吹っ飛んだのは一般に。あのヒットポイントの減り方は綺麗にしゃがみましたね。そうなんです。壁際につけて壁際につけて。だんだんそれがおサポになりますね。ダメだ。ハサミ打ちするまで待ちます。どうしようかな。じゃあここら辺全員を。お尻。もうすっかりお尻になって。ちゃんと帰って呼んであげる。狙撃兵おったやろ確か。あ、そちらですね。はい。あの時計台の前ですかね。ここかな。ここ。はい。この距離なら当ててくれると信じている。呼吸で上下してるんで上がった時に。お上手。おや甘いな。もう一発ぐらい撃つか。そうですね。普通にクリステルは届かなそうだしな。クリステルはちょっと厳しいでしょうね。なんかここら辺の偵察兵ないしは届いてくれりゃ。その辺は届くんじゃないですか。はい、多分一発。あ、ワンチャン狙います。ワンチャンいきますか。ハテナはやめよ。ハテナはやめよ。まあハテナはボスユニット全部に出てくるものなので。そうです。一発で死ぬかどうか教えてくれないっていう。 あいつらなこの距離避けてくるからな。あ、くっそ。あ、ちょっとちょうど遮蔽だ。かぶってますね。これ目の前で真ん中に飛んできゃ当たりますね。目の前でパーンってなるんですよね。あ、さあ運が試される時ですね。運がナムさん、ナムさん、目の前に一番がっかりするやつ。一番がっかりするやつ。サーフェンゴーでみんなを援護しましょう。援護しましょう。普通に楽しんでるな。いや、そう言っていただけると。ずっと見てられる。じゃあ、あれですね。レイリーちゃん。はい。レイリーちゃん、そこにまで行ったところで感あるけど、一応拠点まで頑張って。あー、一歩で届かなす
さいや行くんじゃないですかね。2ぐらいですね。はい、ギネ、はい、ギネはやっぱりAP も少ないので。そうですよね、なかなか移動もターン数かかる。一応左側を動かしたいけど拠点はモルマンがいないので。あ、こっち画面ガラ空きですね。ただまあ左の拠点は守っているので栃木県2人であれば守れるんじゃないんですかね、うん、まあミネルヴァが何をしてくるかっていうのはあると思いますが、ハーフオンゴを迎撃してくれたらいいな。いや、最後ここを明け渡して、まあ、そうですね、もう一回取り全部取られなければ負けではないので、はい、もう一発撃とこうかな。榴弾何発でしたっけ。榴弾一発ですね。ただ弾切れマークは出ていないの。あ、でも2発になりますか。ちょっと一応舞台リストかなんかで残弾数確認できると思いますので、L1 を一回押していただいて。そうですね、はい、一発残ってますね。一発残ってるか、はい、まあ、AP 少ねえからいいや、戻ってこれなさそうだから一回これで止まって敵の動き見ましょう。はい、あ、敵も増えましたよ。増援が来ました。あ、対戦者にまた増えされました ね。まあまあ正面打ちなら、うん、敵も F 招待の人数の限り出してくるので、うん、はははは、はここだ、かけよ、スプマドール、スプマドール、さっきから作戦名なのか、敵陣国民をかっけえな、我が F 招待に勝利を。まあ、ロナルドさん本名なんですけどね。はいはい、まあ、なんていうか通り名といいましょうか、コードネームといいましょうか、ミネルヴァセンスではそういうふうに言うという。そうですね、ミネルヴァセンスが光ってますね。あ、なんか来てる、はい、あそこ木の壁なんですが戦車で突破できるんですね、はい、あ、近づいてきてますね。来た、壁破りで。ネットさん、そんな待機の仕方で大丈夫なの。大丈夫なの。ここ2人はちょっと、ここ2人で突撃兵で戦車ですから、お取りになってもらった形で、はい、あ、リブーダ撃ってきましたね。あ、でも生きてますね。あ、生きてる、アロン、まあ、ただ抗う術はない。うん、今からここ抑えに行くの大変なんで、ここは明け渡しな感じで行きましょう。明け渡す、この迎撃は、あ、ここは、はい、頑張れ、おりゃ、あ、痛い痛い、耐えた、開始でいく、耐えた、ドキドキしちゃう、ね、あとはクリステルとかが何か邪魔をしなければいけますかねって言った途端にクリステルが来ましたね。しゃがめ、おお、ヘッドショット、あ、やるな、ザイガ、ザイガさん、ザイガが、ザイガはラズを兄貴と慕う、あれなんで、そう、相性良かったんで、ね、セットでやったらこんな目に合わせてしまった。ライガーいいやつだった。いいやつだった。あいついいやつだった。あいついいやつ。割と無線とかであいついいやつだったのにみたいな声が流れたりするんで。ミネルヴァはこっち来るか。あー、来ましたね。来たー。あ、あ、そこで、その距離で。ちょっと遠くからでも行けるでしょ、ミネルヴァさん。なんかもっとできんかったからず。ラズ余裕ね、まず進めなかったんで。行くかと思ったんですけどね。ね、ここで戦車が投入されたというところがやっぱり痛かったですね。どうや、我々の力は初期配置で戦車見えてなかったから戦車兵を抑えたのが、そうですね。一周目プレイングって感じだな。こちらも負けてられないな。お、お、何か気をあるのか、何かあるのか。さて、ゼロ距離面白かったね。そんなも絶対外さないけど。若干重心向こう側出てましたけどね。あ、こっちに乗るんや。はい。エクスカリバーとか。怖い。いや、ミネルヴァさん好きだな。割とミネルヴァさんは好きですね。センスがあれな感じなんで。あ、ここできちんと後ろから手榴弾を、かい、おー、あ、いや、しゃがみ、しゃがみ出しが出たんで、はい、はい、しゃがんでよかった、あ、かい、あ、気づいた、気づいた、まだ多分ここの階は両兵じゃないのでまだ反撃できないんですけど、これが両兵になるとあそこで反撃できる、そうそうそう、まあ迎撃もしてきますからね、かなり制圧力は高くなりますね。面白い、うん、
情報戦で負けるとがっつりいかれますね。そうですね。で、はい、味方が近くにいなくなったので、あのハテナになったのはもう見えなくなっちゃったってことなんですね。なるほど、なるほど。もう分かんないよ、はいはい、今となっては。なのでこれが敵が見えてさえいれば、例えばレイリーとかがそこに弾を打ち込めば勝てるんですけど、まあ、ちょっとね敵弾兵の動きも敵ですけど見えつつっていう感じでやってみたんですけど、どうでしたかね。ちょっとこんな感じで面白い。いや、初回プレイとしてはやはり戦場のバルキラー1をやっておられた方という、はい、絡んでいるイベントも交えて見ていただけたらと思います。聞きたい、はい、初めて会話をするところを、ね、見る見る聞く沈んでいなかった沈んでいなかった、はい、これセンチュリオンというあの母艦がですね、ちょうど氷にこう阻まれてしまって動けないというところに、ね、帝国軍の降下部隊が、はい、攻めてきているという場所です。まあ、一瞬まあちょっと見失ってたのでニコラとキアラが探してたんですね。で実際に見つけた、やっぱりその阻まれて動けないんだけど撃沈はできてなかったというのが分かったところにやってきた。あのデカイを奪えばベルガー様は喜んでくれる。ベルガー様、ベルガー様、一番言った単語、一番言った単語今度こそうまくやってみせる。一回失敗したからね。ニコラ邪魔すんじゃねえぞ、邪魔すんじゃねえぞニコラ。それがこちらの戦い。大変仲がよろしい感じの、はい、仲が殺すか思う存分楽しみましょう。悪い顔してるな。汚ねえ笑い声だ。浮き込んでずには皆殺し。吹き込んだ本人が汚ねえ笑い声だな。でも汚くていいっておっしゃってくれたんで。やっぱりこの直接的な感じがそのそうですね、今お互いのキャラクターになってましたね。いいなのでまあ2人ペアなんですけど、やっぱりお互い競争してるっていう。そうです、どっちが多く殺すか、うん、競争してるっていう。でなんでより多く殺せばベルガーがより喜んでくれるだろうっていうのが根底にあるんですよね。はいはい、この二人には純粋な思いですよ、うん、そうですよ、ピュアなんです、ピュア、ピュア。まあ向いてる方向がちょっと違うと思いますけどね。はい、いやー、はい、ということで、降下兵、はい、兵隊だけじゃなくて爆弾も降りてくるというところなので、それを、うまく落としていきましょう、そういうふうなミッションなんですね。まあせっかくなので、ミネルバさん、お、ミネルバ来るんですね。あら、あ、大丈夫ですかテレサさん、銃撃。テレサさん。まあ、まあ大丈夫でしょう。大丈夫なんじゃないですか、ね。毎度毎度バットポテンシャルが起きるわけじゃないですからね。あ、いた、いた。私の金役がいました。すごい。お、金役。私の大空の金役。ここはちょうど両兵になったぐらいですね。12レベルなので。あ、本当だ。射撃両兵になってますね。準備はいいぜ。我ら対我ら。なので両兵になるとみんな武器が増えるんです。まあみんな全員ではないかな。敵弾兵。敵弾兵はあんまり変わらないです。ただまあ、例えば先ほどの偵察兵ですとライフルグレネードっていって武器からその手で投げてた手榴弾をこう打ち出せるようになるんで遠くまで飛ぶんですね。とか突撃兵だと火炎放射器を使ってその土のうにしゃがんでようが何してようがもう防御力無視でダメージが通るみたいな。で武器が増えれば当然どういうふうにじゃあ武器を使えばうまく倒せるかみたいなところっていうのは健在。まあこれは1の時からあったんですけれど、そういった要素は今回も健在と。で、まあその中でスナイパーは3連発するスナイパーの銃を撃てるようになったりとか、戦車に効くような銃も使えるようになるんですけど、怪物ライフルみたいな。その他にその迎撃と反撃ができるっていう、結構強化されるっていうのがスナイパーですね。爆弾だ。センチュリオンを狙っている。狙っとるで、いやー、ワイラが、ワイラが狙っとるで、袋のネズミじゃ、そうじゃ、皆殺しじゃ、袋のネズミもいいとこですからね、動けないですからね、リアル本読みだ、結構難しいんじゃないですか、これ、あ、広い、はい。こう大きくなってですね、もう巡洋艦全部をもう包み込むようなぐらいのマップの大きさです、で、このマップの一番大事なところっていうのはこの左右にあるこの光ってるところ高台ですね。これをどうやってキープしていくかというところの設計になってます。で
ここの真ん中にある効果爆弾、これを、高台に乗って落っことしていきましょうですね。下から撃っても届かないんですよ。ああ、じゃあ上から撃ってくるから。上からないと。なので、高台に行くために一番近い道となると、まあここなんですけど、ここに赤いバッテンあるじゃないですか、はい、なのでこれ壊れる物体なので、まず戦車でこれ壊しながら行ってきましょうか。なるほど。あ、敵だ、敵発見。まあ、でも一番大事なのはここを壊すことです。戦車はあの土のう壊しの大事な役割があるんで、で残った戦車の AP を使って対戦車兵を壊していく。あ、ヒュン来てますけど、まあまあまあ、あ、なんか来てきてる、ね、なるほど。優先的にこう障害物を壊してから残りで倒す。戦車は障害物壊すのエキスパートみたいな。今バリバリ敵の手対戦車兵が榴弾に巻き込まれてましたね、はい、ただあの対戦車兵って榴弾だとあんまりダメージが、そうですね、硬いですからね、通らないんですよ。ただ位置がちょっとずれてしまうんで、そこがちょっと嫌なところでありますね。今あの主人公の戦車ちょっと方針が長くなっていたりするんですけど、これは、まあ、これは後半の方の面なので、ははは、まあ、パワーアップして強化してるみたいで、まあ、最初緑色の戦車だったんですけど、雪のところに来たので、もう戦車自体も白い色に変えてる。なんかミネルヴァさん動かせるのちょっと胸熱ですね。で、まあちょっと、あ、やっぱ高台なんかやっぱいますよね。なのでこういうふうに一度ちょっと梅雨払いみたいな形をした形で、ミネルヴァさんやっぱり近くで撃つな、はい、一番大事なのは殺せる距離まで近づくことです。ゼロ距離、はい、やたさげミネルヴァ、こうやさげたら、はい、いかに頭蓋骨の中に弾丸を叩き込むか、これが本当にポップな世界観ですね。そんなこと言うのやめてください。ダメですか。ヘッドショットってこのゲームは頭が弱点なんですよ、人間は。そうなんだ、頭が一番狙うなので、ね、頭に当たるとダメージが普段の何倍も入るので、なるほど、通常だったら、まあ、10発のところ2発みたいな、そういう形になるので、まあ、ただ頭どうせも小さいですので、あの狙っても外れちゃうとか、まあ、頭狙った方がそして避けられやすいですね。あ、そうか、なるほど、はい。でようやく上の足場が綺麗になったところで、階ですね。装備もこの冬というか寒冷地仕様になってますよね。はい、はい、階さんはポンチョの色が白くなってるだけなんですけど、ね、やっぱお尻はね、そうです、あのコートを着ちゃうと隠れちゃうので。確かに、なるほど、出していきましょう、出していきましょう、はい、こういう感じですね。よし、いいぞ、この調子で降下してくる爆弾を撃破しよう。これ目新しい作戦で、そうですね、まあ、だからこれも新しいギミックの一つですね。その降下してくるものを撃ち落とす、撃ち落とす、うん、最初全くルールが分かってなくてやって、これどうやったら当たるんだって、下からバンバン、はいはいはい、撃ってたら あっという間に戦中量が沈みました。なんだよこれ。じゃあせっかくなんでテレサを使って、大丈夫、はい、今度は成功してね。テレサ、テレサ の, あの銃の先に丸いのがついてるんですが、あれがライフルグレネードですね。これがあの両兵って一個上のあれになると使える。敵両兵の弾と同じような軌道です ね, ですね。あ、テレサ、テレサ大丈夫。さてどうやって殺しましょうかね。不意打ちですよ、これはいけるの。いや、不意打ちではあるんですが、まあ、偵察兵だから手榴弾でやるのが一番確実ですかね。まあ、そうですね、はい、頑張れ、おしまいよ。特に手榴弾は、うん、向こう側から反撃が来ないのが安心性もまたあるんですよね、はい、いけた、一撃、はい、狙い通りです。よくできました、まあ、このゲームはあの敵が倒れるとき物理挙動で飛んでいくので、はい、割といろんな格好で死ぬんですね。そうですね、そこもあの割と面白いところです。今回さっきの高台から落下したのもそうですし、うん、変な形で死ぬとかね、あるんですね。死によってはね。じゃあ思いのほかうまく、左の高台取れて、右側の方の高台も取れたので、このまま進んでいきましょうか。わーい、とっとっと、痛かったぞ。直撃しました。今の敵弾か。敵弾ですね。ちょっとダメージを食らいすぎたんで、ラグナエードでここで回復した状態で一気に、奥の方の拠点まで進んでいく予定しましょう。打たれておるよ。ああ大丈夫ですよ、ラズは死なない子なんで。まだ行きます。そうですね、はい、このラズ君はあの不死身のラズって自分で自称してるぐらい。ああ知らないな、この舞台ブラックだな。いや何言ってるんですか。なんですけど、まあ突っ込んでいけば当然ね、いろいろピンチにも合うので、はいはい、一生懸命後ろからカイが助けてるっていう、うん、あ
二つな付きなんであれですね、はい、強敵系そうですね、はい、これエースですね、武器とか手に入ったりするんで、これでクリアすると敵の武器がもらえます。あの名前が敵についてるのがいるんですね。今屠殺の工場とかってついてたんですけど、それがあのまあ大体あの全員あの開発スタッフの文字なんですけど、そうなんですか、裏話、エンドクレジット見たらおやおやってなってるんですかね。さやさん、あれ、はい、有効か分かんないですけど、ちょっと自分がさっきあの敵弾兵使えなかったので、あ、ちょっと敵弾兵が動いてるところを見せたいなと。じゃあですね、ただ、流行値がないかな、この突撃の兵を、うん、彼を殺しましょうか。なんかすごいですね、あの穏やかな声でお散歩に行くようにね、彼を殺しましょうか。優しい声言ってるから、なんか何を言ってるかよくわからないので話しますね、殺しに行きますみたいな、ね、殺しに行きますね、お散歩に行く感覚で。これぐらい近づけばもういけます、狙いやすいと思うんですけれども、ね、なんでこうやって置いて伸ばしてって、これが完全好きなんですね、これ男の子はみんな好きなやつです。なんでこれっても敵の迎撃範囲でやるとものすごい勢いで打たれます。これは視点の位置も高く上げれる、上げられますね、見やすいところまで、ちょっと俯瞰の視点を、うん、あのこの兵士は選べますね。じゃあただ2発やらないとダメなんで、まあ起き上がらせるのが限界ですかね、はい、これでも完全に敵の迎撃からは届かない位置から、うん、ただ、このままだと多分次のターンに彼が殺されそうな気にはなるんですけれど、もう一発打ち込んで殺すか、まあ、誰かが援護するか、ミネさんかな、ミネさんって何、ミネさん、あ、すいません、いつも僕の癖でミネルヴァのことちょっとついついミネさんと呼んでしまうんで、あ、ミネさん丸がちっちゃい、はい、ミネさんは優秀な偵察兵なので、よし、いけた、ミネさん、はい、これぐらいの距離だったらいけるでしょうね、ピーンって音がしたのが頭に当たった時、そうですね、はい、ヘッドショットメガネ食いがいいですね。でここで迎撃ラインを作りたいので、こういう形で、ミネルヴァを展開させておきましょう、次のターンに向けて、はい、はいはい、っていう感じでちょっとプレイしていただいたんですけども、まあちょっと実機プレイ、はい、こんな感じでこんな面もあるよっていうことだったんですけど、どうですかお二人、いや、ワクワクしました、頭を非常に使いますね、そうですね、結構さっきもちょっと言ったんですけど、詰将棋的な、ね、面もあって、これ多分終わるとニコラ・ティアラが出てくるんで、お、そこまで行きましょう、いいんですか、行きます、え、嬉しい、ではじゃあターン移して、はい、多分そうするとニコラ・ティアラが出てくるかな、ここが多分ものすごいニコラ・ティアラさん、これはあの上の2人が、あれがニコラ・ティアラなので、上の2人、まあ、一瞬だけ映ったんですけど、あの B みたいなマークのやつ、まさにいたぶってやりますよって言ってニコラさんが今来てますね、本当だ、ニコラ、頑張れニコラ、任しとけ、はい、任して、で戦車に向かって突撃をしてくるわけなんですけれども、まあね、普通だったらば戦車に向かるわけです、これ味方のコナーが一生懸命リリーしたんですが、移動が早くて当たらない、はい、めっちゃ楽しそうにやってる、ボーガン戦車にダメージ入るな、はい、来るんですよ、ボーガンなんですけど、戦車にもダメージが入ります、ボーガン、ボーガン、ボーガン、はい、大仏ボーガンなんて聞いたことない、多分僕はあれちょっとボーガンの形をした何か別のものじゃないかと思うんですよね、何か別の、もうキャラクターと一緒に本庄先生にボーガンもデザインしていただいて、はははは、ティアラも来たよ、よし、ちょっとキアラ頑張れよ、そうだね、やられてんじゃねえ、ね、今斉藤さんの大沢さんでよしただちょっとやっぱ抜けましたね、あ、抜けるか、はい、抜けましたね、で本拠点その分すごく薄いんですよ、支援兵とハゲしかいないんですね、あ、ハゲされた、ハゲまさか開始の本当だ、狙撃反撃、狙撃反撃だ、はあ、ちょっと新要素も、見れたということで、はい、嬉しい、ありがとうございます、はい、なのでこういう風にしてちょっとさっき僕の方が結構いい感じで進んでたんですけども、こうやってグイ押し返されるというこういう面なんですね、そうですね、そう、一気にあのね、あのターンがお互い進行するので、はい、まあ、盛り返しつつ盛り返しされつつということで、そうですね、はい、新要素満載の実機プレイ動画でした、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、実機プレイ動画もね、どんどん情報としてこれからも出ていくと思うので、皆さんぜひ引き続きチェックしてください、はい、ということで、それではじゃあここら辺で各種告知いきましょうか、はい、
はい、こちらでも新規情報がいくつかありましたので皆さん、ぜひチェックしてください。それでは三上さんよろしくお願いします。はい、ではまずチェインクロニクルさんの情報ですね。はい、はい、以前、戦場のバルキュリアとチェインクロニクルでコラボさせていただいたんですけど